皆さんは生の唐辛子を食べたことがありますか？去年唐辛子屋さんから唐辛子をいろいろ買いました。お店はこちらペッパーズ JP さんです。結構珍しいと思いますので、これから何回かに分けてアップしていきたいと思います。で、動画内で食べた感想を言ってますけれども、それはあくまでも私の主観ですので、栽培場所や食べた人が変われば感想もまた違ってきますから、参考程度に見てください。唐辛子ってもちろん果肉部分も辛いの多いんですけれども、種の周りの胎座と呼ばれる部分が一番辛いんです。なので辛さよりも唐辛子の味を楽しみたい時や、辛いの苦手な人はこの胎座部分をきれいに取り除いてください。で、もう一個注意点、この胎座っていう部分、素手で触ると火傷症状になります。唐辛子の辛味主成分のカプサイシンが皮膚につくみたいなんですよね。そして激痛いです。マジで痛いです。ひどい時は半日ぐらい痛みが取れません。石鹸で洗っても落ちませんし、たわしでこすっても落ちません。なので料理する際は手袋をしてください。それではまず今回はあまり辛くないであろう唐辛子を紹介していきます。まずこれ、マリアッチという唐辛子です。見ての通りピーマンみたいな形をしています。果肉部分はちょっと肉厚です。次にビドタカナ、ボリビア原産の唐辛子だそうです。綺麗な色ですね。そしてババ、色は綺麗ですがちょっとゴツゴツした形をしています。実は今回これだけが少し辛いんです。で、辛いか辛くないかを形で推測する方法がありまして、このババみたいにゴツゴツしたのは辛い可能性があります。あとマリアッチみたいな大きな唐辛子、これは辛みが少ない傾向にあるみたいです。ゴツゴツしていなくても小さい唐辛子、これの中にはすごく辛いのがありますので注意してください。これはビショップスクラウンという唐辛子です。形が実にユニークですよね。 UFO か花か、あとゆでだこみたいな形にも見えます。最後にイヤーボブ、コロンとした形が可愛いですね。今回はこれらを生でサラダにしていただきました。中央に乗ってるのはキュウリです。キュウリの左斜め上、卵から時計回りに赤いのがババ、次のオレンジ色、これはビドタカナで、大きめにカットされたの、これはビショップスクラウンです。あの UFO 型のですね。それから薄いレモン色のマリアッチ、最後にコロンとした形だった赤いイヤーボブです。で、こんな感じでヨーグルトを混ぜたマヨネーズをかけて食べてみました。それでは味の感想です。まずはマリアッチ、辛みがなくて食べやすいんですけれども、ちょっと味が薄いですね。ちょっと寂しい味だったかな。で、ビドタカナで、マリアッチと同じくちょっと物足りない感じだったかな。これも辛みありません。次に辛みのあるババ、これ辛みありますけれども、生のまま普通に食べられる程度の辛さでした。ただ胎座部分には辛みがありますので、生で食べたい場合にはきれいに取ってから食べた方が食べやすいと思います。イヤーボブ、果肉部分には辛みありませんけれども、胎座には辛みがあります。硬いけれども悪くない味だと思いました。で、ビショップスクラウン、この唐辛子は美味しいです。シャキシャキとした感じがあって、で、辛みがなくて胎座も辛くないです。形がとても面白いので、丸ごと足してかじって食べてみても楽しいかと思います。今回はあまりというか全然辛くない唐辛子も含めて紹介しました。次は辛い唐辛子を紹介していきたいと考えています。ハバネロはもちろん、
ブートジョロキアやそれ以上に辛いトリニダードという品種の唐辛子など、こんなん食えるかという激辛唐辛子もあります。